500億円に迫る水準で駅前はできております。為替ドル円は120円78銭から79銭、ユーロ円は128円82銭から84銭です。新興市場では昨日最終的に初値がつかなかった IPO 銘柄がありました。昨日つかなかったのはショーケース DB、 最終の下配値が4140円、現在はまだ初値がついておらず下配値を4350円に切り上げております。ショーケース DB は顧客の持つウェブサイトの改善を通じて売上や会員の増加を図るマーケティング事業を手掛ける企業です。現在もまだ発言がついておりません。この他、昨日新規公開した SMB3223 が現在 1.5% の下落率、3224のヒューマンウェブ、こちらが上昇しておりまして 4.5% の上昇率となっております。債券の動きです。最近先ほど中心現月6月ものは変わらずの147円90銭、最近先物は寄り付きは半額で始まりましたが、その後切り返し今は変わらずとなっております。東証一部業種別の動きでは33業種中10業種が上昇、23業種が下落、下落率トップが不動産、その他製品、山の工業、鉄鋼、私鉄、保険、化学などが下落率の上位です。上昇率のトップは空運、以下小売、医薬品、倉庫、食料、輸送用機器などが失敗です。東証一部の売買代金ランキング、トップは DNA、 2位が日経メタル GTF です。3位トヨタ、4位任天堂、5位ソフトバンク、6位三菱 UFJ、 7位ヤフー、8位ソニー、9位ファナック、10位みずほ、以下東芝、楽天、三井住友、旭化成、三菱地所、オリエンタルランド、キャノン、ファーストリテイリング、三井物産、花王、三井不動産、武田、ドコモ、富士重工、ホンダ、新日鉄住金、JT、KDDI、住友不動産、日本原産と続いています。30銘柄中3分の2の銘柄が下げておりまして、下落率が 3% を超えているのが任天堂、また 2% 以上下げているのが新日鉄住金です。上昇している方ではヤフーの上昇率が 6% を超えているほか、売買代金トップの DNA が 1.6% の上昇、また東芝が売買代金11位で 2% 弱の上昇率となっております。全市場で見ても今新興市場の銘柄